はは。い、こんにちは心理学をもっと身近に学術系コンサルティングのセカンダリー代表の長内と申します、えー。本日はですね学術論文紹介サービス「リサーチセカンダリー」というシリーズ、えー、の、まあ、お話でございます。簡単に論文を1本、えー、紹介させていただきます。ス、え、ス、ー、ストトレレートラインレスポンポで、えー、信頼性が低下するという、えー お話です。ちょっと舌足らずな言葉足らずな、えー、と見出しあのタイトルというふうになっておりましてどういう意味かんって思うんですけれどもあの質問詞調査研究で、まあ、心理尺度使いますよねでその中で回答者の中で,です、ね、ストレートラインライストレートラインレスポンスっていうのを取る人がいるとですねその質問詞研究の中で質問 社、えー、の中で使用した尺度の内的整合性信頼性の中でも内的整合性の方ですね再検査信頼性ではなくていわゆるアルファ係数とか、えー、がま低下するという話ですでこのストレートラインレスポンスって何かっていうともうこれはねもう皆さんご存知の通りあのー、そういうことそういう質問調査研究された先生方に、ね、みな皆あのー、経験あると思うんですけれども。